皆さんこんにちは、スイカカエ太郎のトムテです。どうですかこれあのテーブルのね、上に敷いていたパッチワークキルト変えてみました。ちょっとご覧いただきますね。こんな感じです。こういう柄、こういう柄がパネル柄って言ってね、こう四角い柄がいくつかこう並んでいるような、そういうね生地を前にねいただいたんですよね。だけど結構ね渋い感じがして、そのパネル柄では全然気に入らなかったんですよね。それをなんとかね生かしたいな、せっかくいただいた柄だったのでね生かしたいなと思って、こんな感じで使ってみたんですけれども、紹介していくと、まあ、この柄ね、これもこれも同じ柄なんですけれど、この柄は私が最初に買った、一番最初に買ったね、パッチワークキルト用に買った生地なんです。でこれボーダー柄だったんですけれど、あのトリミングして生地を着る場所を変えることによって、こう十字架の先端部分にこう柄が入ってきたり、こう中央部分にこう四角くね柄が入ってきたり、またまたあの同じく十字架の中央部分に四角が入るにしても、こう周りの部分に柄が出たりとかね、こういうあのボーダー柄でも取り方によって雰囲気変わってくるんで、まあ、そういう違う雰囲気の八角形の星を周囲に配したんですね。このね小花柄、これも私初めて買った生地の中の一つです。このキルト、もうね15、6年前かもっとかな、娘生まれる前だったかに作ったようなすごい古いキルトなんですね。これも初めて買った生地です。もうこんなねちっちゃい四角になってますけれどもね、これも初めて買った生地ですね。こういう長い六角形のピースを組み合わせることによって、こう十字架模様にしてね、でその周りに四角正方形を入れることによって、八角形の星っていうような形に作っていってるんですけれども、まあ、こういう使い方することによって、結構私の中では今これねお気に入りの一枚のキルトになっています。で中央にこう配して、その周りにこうね四角をして、こう メダリオンっていうかね、こう同心円状というかどう言ったらいいの、中央から正方形になっていくように広がっていく配置にしています。どうですかね、こう編んでる時にあの画面チカチカしてしまいますかね。写りが悪かったら他のものに変えようかなと思うんですけれども、皆さんのご意見いかがでしょうか。まあ、最近はねあまりパッチワークの方やってなくて、編み物ばっかりやってるんですけどね、一時期はまあこういうパッチワークにもかなりハマっていました。これね全部手縫いですね。で型紙もこれは全部自分で一個ずつねこうチョキチョキ切って作って、でその型紙を使ってねあの作っていったパッチワークになります。今編んでいるこれね、まあ、靴下ですね。こちらオパールの、バッサーベルトンのコラレンホール、サンゴの洞窟っていう糸だったと思います。はい、これを使って今靴下編んでいるんですが、はい、実はねちょっとね今私腰痛がありまして、これ 2,3 週間前からね良くなったりまたぶり返してきたりっていうのを繰り返している腰痛なんですけどね、ぎっくり腰みたいな腰痛じゃなくって、皮膚に近いところの神経がピリピリするような痛みなんですね。おかしな痛みだなって思って、すごい嫌な痛みなんですけれども、でこれ今編むために編んでいるこのここの場所、これがブレるとねぐるぐる動いてしまうと、とてもねあの画面として見にくくなるので、こう編んでいるところを固定するために肘をついてなるべく動かさないようにしながら編んでいってるんですけれど、この体勢がね結構腰にきついんですね。なのでちょっとね 2,3 日長時間編むことはできないんじゃないかなと思うんです。普通にスーッて編む分には編めるんですけど、この体勢がきついんですね。なので撮影で編むのも最低限にして、先々週ぐらいから外活動をしている動画撮っているんですけどね、そちらをご覧いただこうかなと思います。はい、今日はですね、
もう10日前になるんですけれど、3月の9日にミツバチの巣箱をお友達の家の裏庭に移動させました。その時の様子をね、皆さんに見ていただこうかなと思います。鉄腕ダッシュとか所さんのメガテンとかでもね、日本ミツバチ飼われていますよね。最近ねテレビでそうやってよく取り上げられることによって、日本ミツバチブームになってきているんですね。でいろんなところで蜂を飼っているよっていう方よくね会うことがあるんですけれどもね、まあ、そんな中からお友達の紹介でねミツバチの先生と知り合うことができまして、去年から私もね庭の方、それから畑の方にミツバチの巣箱を置いております。で時々ねショート動画とかの方にミツバチの巣箱の様子を映したりしているんですけれども、まあ、そのうちの一つをお友達 の, お庭の方に移動させたんですね。であんまり虫がお写しになるようなことはないと思いますので、皆さん安心してご覧になってほしいなと思います。やっぱりその現場にいてるとね、ミツバチに刺されるかもっていうような怖さあるかもしれませんけれども、画面越しですのでね、皆さんは暖かいところでミツバチに刺される心配もなく、その様子を安心してねご覧になっていただきたいなというふうに思っております。はい、ではねちょっと見ていただきます。どうぞ。はい、こちらお友達の家の裏庭です。ミツバチの巣箱を置くためにあるようなね、いい環境です。ただそれはまだ取らない方がいい、秋の方がいいですよね。はい、ここからお家の中でハチの先生の講義です。で取ってもいいんやけども、取ってもいいけど、さっきのこんな取ってもここだけでしょ、これ取られたらハチってもう嫌気さしてこんなとこがいるかみたいな逃げていくんです。で溜めて溜めて溜めて、もういよいよ冬やと、冬のために食べるんやからね、で、クマもその子に襲いに来るんですよ。で、ミツバチの性質上、これぐらいの時に取られたらもうこんなとこやめて、新しいとこを見つけ逃げて、一からやり直すのがいいわけよ。ところが、溜めて溜めて溜めて、まあ、もうすぐ冬だという時に、ここをやめて一からやり直す時間ないでしょ、だからもう逃げられないんですよ、だから僕なんかその上を取っても、もう向こう腹立てちゃうだけかもしれないけども、逃げるわけにはいかんというふうにも、あるもので凄さない。で僕らの都合からすると逃げてもらったら困るから、ちょっとずるいけども、はい、そうそう、逃げられない頃に取って、蜂蜜取って、蜂は追ってもらわないかんから、残すというか、はい、でもその蜂蜜、全然知識ないんですけども、蜂蜜取る時って攻撃やっぱりしますします。そうですね。かぶって。かぶって。でも大家さんに思ったらいいですね。まあ、いいね、話しかけて。家賃を仏像でもってる。僕はいつもそう思ってます。で、今は無職やけど、賃貸業って書いてる。そう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 。この大きさのあれ、どれぐらい取れるか。まあ、もちろん全部取ったらかわいそう。これいっぱい。こう、ワイヤーで切るんですよね。これぐらいの蜂蜜が、あとはこれをぐちゃっと絞って瓶に入れると、まあ、こうでっかい瓶で3本ぐらい取れますかね。あ、すごい、そんなにいけるんや。で みんな目がドルマークに変わるで、欲張りはだいたいこの1群置いたらバケツ1杯やろってことで、100群置いたらバケツ100杯やろと、という計算になるんやけども、そうはいかんのよね。あいつは半径2キロしか飛ばへん、はい、ということ、その半径2キロにバケツ1杯の蜂蜜は集められるけども、バケツ100杯そもそも存在しないから、欲張って100分置いても、あ、はい、あとここについてる、これは実は取ってるとこ、あ、こんな重箱みたいな、こうやってね、これ1、2、3、4、5段、これ開けにね、はい、これ下普通のズボンですけど、これは刺されない。ズボンは大丈夫。あ、大丈夫。でこれワイヤー入れて、そうですね。上から叩いて、ワイヤー。ちょっと鉢よけときなさいよってして。この隙間にワイヤー入れて切る。切る。誰かが切れるから、細い方がいいんやけども。ケプラーとかね。出た、あ、すっごいびっしり、後で回ってくるんですけど、ちょっと離れるとこ行かんと、寄ってくるからうわ、びっしり、ここにも蜂は、あ、びっしりしてるけど、ここにはいない、います、います、あ、いる、ある程度いるけど、こうやってね
ケトキヤーって追いかける音と振動を嫌うんです。これは切った時は下は落ちてしまわないようになんか棒がもう先入ってるんですか。あ、ほんで上から蓋してそうです、ここで一応仕切ると。面白いなんで西洋でだから日本におったのが日本猿と日本バチ、チンパンジーなんか輸入して持ってこないからですよ。西洋ミツバチも輸入して持ってくるけども、もともと日本におったではないから冬は寒かったりするけども、日本猿とかは日本ミツバチとかはもともと日本におったやつやからそこにおんねん。どっかだからこの箱を置いとくとそこに引っ越してきやん。そこに飛んでるかも。でも西洋ミツバチは飛んでくることはまあないことはないんやけども、アフリカから輸入してこないから。だから買ってくるのが西洋ミツバチで、日本ミツバチは買ってくるんじゃなくって、ここ置いといたらうまくいけばでも気に入らなかったら来ない。いいですそれ家で。これもだから、うん、そんな言うほど遊んでないもん。もう置きましょう。ね、いいですか。覚悟してくださいよ。この畑に置いてあったうちの巣箱ですね、これをお庭の方に移動させていきます。もう蓋してます。整理できるところタオルで覆って蓋してるようです。ミツバチの巣箱は暖かいのでヤモリもいてます。巣箱を動かします。これもお願いです。あ、大丈夫、大丈夫、いけますか。あ、すごい。あ、運んできます。箱がお引っ越しです。すごいすごい、あれが本命のやつを置く場所を作ってるの。あれは本命かな、殻を置くのかな。確かそんなこと。もう10種類かな。お茶飲むときちょっと気をつけて。ここに台をうまい具合、あそこ危ないね、雨降ったりすると必ずツンツンって前まで退治してくるんですよ。もしかしたら肩が高いです。寒いと思ったら雪がちらついてきました。中に蜂たちが入っている箱を持たせてもらいました。結構ねドキドキです、めっちゃ重いです。バッチリ、すごい、めっちゃいいですよね。はい、いよいよ本番、中身に蜂が入っている箱を置いていきます。チリ、ぴったり。バッチリやね。次来はったらお城みたいになってる。意外デコレーション。空の巣箱、町箱はね、お庭にあったサンタさんのお家の方にね。どうですか、その三角の。運行した時にその板の下のところにこう群れがわさっとつくんですよ。いよいよ相撲のところを塞いでいたタオルを外します。どんだけ騒ぐでしょうか。多分大丈夫ですけど寒いから。じゃあ開けますね。はい。
が。あ、来ましたね。来ました来ました。はい、はい、大丈夫。良かったですね、逆に寒い日で。はい、ここから蜂が移ります。これ黒いのがオスですか？いや、じゃあ黒いのはね、黒い、普通は黄色いでしょ、はい、黒っぽいでしょ、はい、冬越すやつは黒っぽになる。あ、そういうことなんですか。2、3ヶ月、はい、かわいい。